子と貞子太宰治大学生、三浦健二君は、今年の12月に大学を卒業し、卒業と同時に故郷へ帰り、徴兵検査を受けた。極度の近視眼のため、兵種でした。恥ずかしい気がします。と、私の家へ遊びに来て、報告した。 田舎の中学校の先生をします。結婚するかもしれません。もう決まっているのかええ、中学校の方は決まっているのです。結婚の方は自信なしか極度の禁止眼は結婚の方にも差し支えるかまさか。三浦君は苦笑して、次のような羨むべき演文を語った。 演文というものは語る方は楽しそうだが、聞く方はそれほど楽しくないものである。私も我慢して聞いたのだから、読者もしばらく我慢して聞いてやってください。どっちにしたらいいか迷っているというのである。姉と妹、一長一短でどうも決心がつきませんというのだから、 贅沢な話だ。聞きたくもない話である。三浦くんの故郷は甲府市である。甲府からバスに乗って三坂峠を越え、河口湖の岸を通り、船津を過ぎると下吉田町という細長い山陰の町に着く。この町外れに、どっしりした古い畑がある。問題の姉妹は、 その旅館のお嬢さんである。姉は22、妹は19。共に甲府の女学校を卒業している。下吉田町の娘さんたちは、大抵、矢村か大月の女学校へ入る。地理的に近いからだ。甲府は遠いので、通学には困難である。けれども、町のいわゆる物持ちは、そのお嬢さんたちを、 甲府市の女学校に入れたがる。理由のない見識であるが、少しでも大きい学校に子供を入れるということは、いわゆる物持ちにとっては、一つの義務にさえなっているようである。姉も妹も甲府女学校に在学中は、甲府市の大きい酒屋に寄宿して、そこから毎日女学校に通った。その酒屋さんと姉妹の家とは、 当園である。血のつながりはない。すなわち、三浦酒造店である。三浦くんの成果である。三浦くんにも妹が一人ある。兄弟はそれだけである。その妹さんは二十歳。下吉田の姉妹と似た年である。だから三人姉妹のように親しかった。 三人とも三浦くんを兄ちゃんと呼んでいた。まず今まではそんな間柄なのだ。三浦くんは今年の12月大学を卒業してすぐに故郷へ帰り徴兵検査を受けたが極度の禁止眼のために不覚にも兵手であった。すると下吉田の妹娘から慰めの手紙が来た。 あまり文章が上手くなかったそうである。センチメンタルすぎて、甘くて、三浦くんは少し平行したそうである。けれども、その手紙を読んで、下吉田の姉妹をちょっと懐かしく思ったそうである。兵士で、三浦くんは少なからず腐っていた矢先でもあったし、気晴らしに下吉田のその登園の旅館に遊びに行こうと思い立った。 姉は律子。妹は貞子。これはいずれも仮名である。本当の名前はもっと立派なのだが、それを書いては三浦くんも困るだろうし、姉妹にも迷惑をかけるようなことになるといけないから、こんな仮名を用いるのである。三浦くんが甲府からバスに乗って、もう雪の積もっている三坂峠を越え、 下吉田町に着いた頃には、日も暮れかけていた。寒い。街灯の襟を立てて、姉妹の旅館に急いだ。途中で会ったというのである。姉妹は、呉服屋さんの店先で買い物をしていた。りっちゃんなぜだか、姉の方に声をかけた。あら あたりかまわぬ大声を出して、買い物を店先に投げ飛ばし、転げるように走ってきたのは、りっちゃんではなかった。さたちゃんの方であった。りつこは、ちらと振り返っただけで、買い物をまとめて風呂敷に包み、それから番頭さんにお辞儀をして、それから済まして三浦くんの方にやってきて、三浦くんから10メートルもそれ以上も離れたところで立ち止まり、 ショールを外して、丁寧にお辞儀をした。それから、笑って、節子さんはと言った。節子というのは、三浦くんの妹の名前である。律子にそう言われて、三浦くんはドギマギした。なるほど、妹も一緒に連れてきた方が自然の形なのかもしれぬ。なんだか、 みんな見抜かれてしまったような気がして、方がほてった。急に思いついてやってきたのですよ。今度田舎の中学校に勤めることになったので、その挨拶方々。しどろもどろのまずい弁解であった。行こ行こ妹の貞子は二人を促し、さっさと歩いて、そうして、ただもうニコニコしている。 久しぶりね。実に久しぶりね。夏にも来てくださらなかったしさ。それから春にも来てくださらなかったしさ。そうだ。ひどいひどい。去年の夏も来なかったんだ。なんだ。貞子が卒業してから一回も吉田へ来なかったじゃないか。馬鹿にしてるわ。東京で文学をやってるんだってね。すごいね。貞子を忘れちゃったのね。堕落しているんじゃない 兄ちゃん、こっちを向いて、顔を見せて。それごらん。心にやましきものがあるから、こっちを向けない。堕落してるな、さては、堕落したな。兵士になるのは当たり前さ。兵士だなんて、貞子が世間に恥ずかしいわ。志願しなさいよ。かわいそうにかわいそうに、男と生まれて兵隊さんになれないなんて、私だったら泣いて、そうして、 欠板を押すわ。欠板を三つも四つも押してみせる、兄ちゃん。でも、本当はね、貞子は同情してるのよ。あの、私の手紙読んだ下手だったでしょおや、笑ったな、チキ証明。私の手紙を軽蔑したな。そうよ、どうせ私は下手よ。おっちょこちょいの化け猫ですよ。私の手紙の深い深ーい、真心を蹂躙するような悪感は、 呪って、呪って、呪い殺してやるからそう思え。なんて。寒くない吉田は寒いでしょその首巻きいいわね。誰にあんてもらったの嫌な人、ニヤニヤ笑いなんかしてさ。知っていますよ。せっちゃんさ、兄ちゃんにはね、私とせっちゃんと二人の女性しかないのさ。何せ兵種だから、どこへ行ったってモてやしませんよ。 そうでしょそれなのに、意味ありげに、ニヤニヤ笑って、いかにも、他に隠れたる女性でもあるようなふりして、わーい、見破られたごめんね。怒った文学をやってるんですってね。難しいお母さんがね、今朝ね、大失敗したのよ。そうして、みんなに軽蔑されたの。あのね。と、止めどがないのである。 サダコ。と、姉は口を挟んだ。私は、お豆腐屋さんに寄って行くからね。あなたたち、先に行ってよ。豆腐屋サダコは、少し口を尖らせて。いいじゃないか。一緒に帰ろうよ。いいじゃないか。お豆腐なんて、ないに決まっているんだ。いいえ。リツコは、落ち着いている。今朝、頼んでおいたのよ。 今買っておかなければ明日のおみをつけの身に困ってしまう。商売商売。貞子は諦めたようにガッテンガッテンした。じゃあ私たちだけ先に行くわよ。どうぞ。律子は別れた。旅館には今四五人のお客が滞在している。朝のおみをつけをできるだけ美味しくして差し上げなければならぬ。 リツコは、そんな子だった。しっかり者。顔も細長く青白かった。サダコは丸顔で、そうして、ただ騒ぎ回っている。その夜もサダコは、三浦くんのそばにつききりで、すこぶる、うるさかった。兄ちゃん、少し、痩せたわね。ちょっと凄みが出てきたわ。でも、色が白すぎて、そこんとこが気に入らないけど、でも、 それではサタコもあんまり欲張りね。我慢するわよ。兄ちゃん、今度泣いた泣いたでしょ。う。いいえ、ハワイのこと。決死的大空襲よ。何せ、生きて帰らぬ覚悟で母艦から飛び出したんだって。泣いたわよ。三度も泣いた。姉さんはね、私の泣き方が大げさで、気ざったらしいと言ったわ。姉さんはね、あれでとっても口が悪いの。私はかわいそうな子なのよ。 いつも姉さんに怒られてばっかりいるの。立つせがないの。私職業婦人になるのよ。いい勤め口を探してくださいね。私たちだって、徴用令をいただけるの。遠いところへ行きたいな。嘘。あんまり遠くだと、兄ちゃんと会えないから、つまらない。私夢を見たの。兄ちゃんが、とっても派手なかすりの着物を着て、そうして、死ぬんだって私に言って、 富士山の絵を何枚も何枚も描くのよ。それが書き置きなんだってさ。おかしいでしょ私兄ちゃんも文学のためにとうとう気が変になったのかと思って、夢の中で随分泣いたわ。おやニュースの時間、茶の前、ラジオを聞きに行きましょう。兄ちゃん、今夜、サフォの話を聞かせてよ。こないだ節子はサフォの詩を読んだのよ。いいわね。いいえ。 私なんかにはわからないの。でも、サホはかわいそうな人ね。兄ちゃん知ってるでしょなんだ、知らないのか。やはり、どうにもうるさいのである。リツコは、台所で女中たちと共に、お膳の後片付けやら、何やらかやらで、忙しい。ちっとも、三浦くんのところへ話しに来ない。三浦くんは、少し物足りなく思った。 明くる日、三浦くんは追いとまをした。バスの停留所まで姉と妹は送って出た。その道々、妹はだだをこねていた。一緒にバスに乗って、船津までお見送りしたいというのである。姉は一言のもとに跳ねつけた。私は嫌律子にはいろいろ宿の用事もあった。のんきに遊んでいられない。 それに、三浦君と一緒にバスに乗って、土地の人からつまらぬ誤解を受けたくなかった。恐ろしかった。けれども、貞子は平気だ。わかってるわよ。姉さんは模範的なお嬢さんだから、軽々しくお見送りなんかできないのね。でも、私は行くわよ。もうまた、しばらく会えないかもしれないんだものね。私は断然、送っていく。停留所に着いた。 三人並んで立ってバスを待った。お互いに気まずく無言だった。私も行く。かすかに笑って律子がつぶやいた。行こう貞子は勇気百倍した。行こうよ本当は甲府まで送っていきたいんだけど我慢しよう。船津までね、一緒に行こうよきっと。 船津で降りるのよ。町の知ってる人がたくさんバスに乗っているんだから、私たちはお互いに済まして他人のふりをしているのよ。船津でお別れするときにも黙って降りてしまうのよ。私はそれでなくちゃ嫌。律子は用心深い。それで結構。と、三浦くんは思わず口を滑らせた。 バスが来た。約束通り三浦くんは姉妹とは全然他人のふりをして、一人ずっと離れて座席に座った。なるほど、バスの乗客の大部分はこの土地の人らしく、美しい姉妹に陰銀な会釈をする。どちらまでと尋ねる人もある。はあ、船津まで買い物に。律子は済まして嘘をついている。 完全に、三浦くんの存在を忘れているみたいな様子だ。けれども、貞子は下手くそだ。絶えず、ちらちらと三浦くんの方を見ては、ふっと吹き出しそうになって、慌てて窓の外を眺めて、笑いをごまかしている。松の並木道、坂道、バスは走る。船津、湖水の岸に、 バスは止まった。リツコは土地の乗客たちに軽くお辞儀をして静かに降りた。三浦君の方には一別もくれなかったという。降りてそのままバスに背を向けて歩き出した。サダコは慌ててそそくさと降りて、三浦君の方を振り返り振り返り、それでも姉の後についていった。三浦君のバスは動いた。いきなり妹は くるりとこちらに向き直って一山にかけた。バスも走る。妹は泣くように顔を歪めて二十メートルくらい追いかけて立ち止まり、兄ちゃんと高く叫んで片手を上げた。以上は三浦くんの羨むべき塩分の体略であるが、さて問題は、この姉と妹、どちらにしたらいいか、 三浦くんが迷っているということにあるのだ。三浦くんは私にも意見を求めた。私ならば一瞬も迷わぬ。確定的だ。けれども人の好き嫌いは格別のものであるから私ははっきり具体的には指図できなかった。私は予言者ではない。三浦くんの将来の幸不幸をたった今 責任を持って教えてあげるほどの自信はない。私はその日、聖書の一箇所を三浦くんに読ませた。イエス、ある村に入りたまえば、マルタと名作る女、斧が家へ迎え入れる。その姉妹にマリアという者ありて、イエスの足元に座し、見言葉を聞き降りしが、マルタもてなしのこと多くして心入り乱れ、 身元に進み降りて言う。主よ、我が姉妹、我を一人残して働かするを、何とも思いたまわぬか。彼に命じて我を助けしめたまえ。主、答えて言う。マルタよ、マルタよ、何時様々なことにより思い煩いて心遣いす。されど、なくてならぬものは多からず、ただ一つのみ。マリアは、 良き方を選びたり、これは彼より奪うべからざるものなり。ルカ伝十10章38以下。私はただ読ませただけで何の説明も付加しなかった。三浦君は首をかしげて考えていたが、やがて寂しそうに笑って、ありがとう、と言った。けれども、 それから10日ほど経って、三浦くんから、姉の律子と結婚することに決めました。という、実に案外な手紙が来た。なんということだ。私は、疑憤に似たものを感じた。三浦くんは、結婚の問題においても、やっぱり、極度の禁止眼なのではあるまいか。読者はいかに思うや。 昭和17年2月、若草。